あ、もう間もなく終わりは、うん、はい、はい、じゃあここで10分経過です、うん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。本日はCMWC のホームページなどの翻訳を担当し、横浜と世界の架け橋となる宮田さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。恐縮です。なんかすごいかっこいいでしょ。よろしくお願いします。そしてお隣に再びメッセンジャー現世界チャンピオンのチカッパさんに来てもらってます。チャンプ。どうも、世界チャンピオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日チカッパに来てもらったのは、後ほどの宮田さんと仮想デリバリーレースやってもらいに、はい、来てもらったので最強の相手として、はい、立ち向かうんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でまずはそうですね、宮田さんについていろいろとお伺いしたいなとは思うんですが、宮田さんは英語の教員されていて、大学で、はいはい、大学でなんか英語の語学の、はいはい、クラスを担当します。メッセンジャーとかは特に経験はなく、いやー憧れだけでないです、はいはい。どういう経緯で今回この CMWC の翻訳とか、分かりやすいところで言うと、前回の、はい、出演者の、はい、次長さんが、クリティカルマスされていて、はい、みんなでこうグループライン、そうですね、はい、あれにか、参加したりとかしていて、はい、その流れとかで、うん、まあ、割と横浜のクリオさん界隈と、はい、なんかこう関わりができていて、ちょいちょい声かけられるようになって、同じ自転車っていうツールで乗り方は違えど、ね、あと次長さんのお兄さんがなんか、はい、コンサルやってて、はい、その餅作り系なんですけど、はい、そっちもちょっと前から、はい、それより以前から知り合いで、はい、なんだかんだで、まあ、もろもろ自転車絡みで声がかかるような感じで、はい、じゃあそうですね、キーマンとなる次長さん、うん、はい、経由でじゃあ得意な英語をぜひこの CMWC で、うん、っていうことだったんですね。ちょっとここに書いてあるんですけど、次長さんの自転車は愛っていうなんかキーワードが入ってるんですけど、それす、ね、これ僕全く知らないんですけど、うん、それが野毛、はい、で一緒に飲んでる時に、はい、結局自転車ってなんだろうみたいな、はい、その話なんか、うん、よくわかんない話でっかい話でそうだな、でっかい話になるで、あの方が、はい、いや自転車はあれだと思うんだよねって言って、はい、ってなりながら大きく出たでもちょっとなんかかっこいいなと思って、うん、それどういうことですかって言ったら、うん、やっぱりその自転車をより多く使うっていうのは、はい、その世の中全体に対する愛になるんじゃないかって、うんうん、もう24時間テレビみたいですチャリアの地球を救うちょっとそのうさんくささがなくはないけども、うん、それ自分の中に結構さくすぐったさもあるけど刺さってて、うんうん、自分も、うん、熱いなと思って、うん、もうなんか悔しいけど、はい、ちょっと座右の銘みたいな感じに、うん、はい、実はなってます。なるほどなるほど、はい、そんな、そうですよね、宮田さん、うん、自転車、まあ、今日もこうやってお乗りのバイク、はいはい、宮田じゃないんですか。あのね、そう、これの前のやつが俺の宮田で、あ、なんか、うん、それいじられることがあったんですけど、はいはい、それをベースにして、はい、柳サイクルさんに作ってもらった、柳サイクルさんって千葉、今千葉なんですけど、もともとたぬきリサイクルさ ん,、はい、さんの、ま、曲がりしてて、敷地内で190ぐらいある巨人なんですけど、稲葉のちっちゃい物置の中でビルドしてて、リサイクルめちゃくちゃお世話になってました。マジですか。昔高円寺がありましたね、成田西、あ、それだから、そうですね、こっち時代ですね、はい、そうです、けど今は千葉のもともとの地元に帰られて、はい、鎌ヶ谷っていうところでやらせて、はい、だからその移る前からの関わりで、でも移ってから結局オーダーすることになって、はい、そうですね、いろいろ、はい、いわゆるオーダーメイド、そうですね、そうですね、もうフルカスタムで、ああ、こだわりの、まあ、いわゆるグラベルバイクというかアドベンチャーバイクみたいな感じですね、そうですね、アドベンチャー遊び、はい、うん、探検自転車って感じですね、うん、もうね、リアルにこう土がついてたりとかで使い込まれてる感じがするんですけど、うんうん、そうっすね、やっぱそういう走り方が楽しみ方が好き、趣味的にはオートバイの方が先で、うん、言ったら舗装路で
こう速く走るっていうモチベがあんまないんですよ。エンジンつけりゃいいじゃん。そうですね、誰でも乗れますもんね。ちょっとなっちゃって、でどっちかっていうとあの自転車ならではの、はい、入っていけるところ、うん、だけどあの MTB になっちゃうとなんかの今のやつだと専用空間っていうふうになんか、はい、まあ、特化 しすぎちゃってるところがあるので、コースだったりアプローチから含めてどこでも行けるっていうやつがいいなっていう、はい、自分の中でその家からそのフィールドまでそう途中になんて境目がなく、はい、全部自転車でつながってるっていう、はい、そういうのがいいな、そういう自転車です。なるほど。担いだりもするんで 肩入れてとか、はい、場合によってはそのこれもなくして、うん、ずっこしで、うん、担ぎ上げて担いで、あの両肩乗せると全然ラックスが違うんで、はい、フレーム鉄ですか？あ、鉄です。頑丈な頑丈な鉄です。なんか面白い、うん、個人的なポイントは、はい、あの変速ですね。シングルレバーですか？ダブルレバーの片側フロントシングル、うん、おしゃれですね。これ、まあ、これがあるからオーダーじゃないとっていう、若干一要素として、はい、そうね。じゃあそういう山遊びだったりとか、うん、はい、の自転車の付き合い方で、あのその英語堪能というか、いやー、うん、でもまあまあそう、はい、なんか苦しないぐらいには、はい、自分の楽しいようには使えるようになってます、うん、はい、日本自転車大使館っていうグループに入ってまして、はい、そこその中で、結構海外の自転車ドキュメンタリーとかを、はい、あのスポットでこう放送するみたいな、放送っていうか上映するみたいな、はい、イベントをやったりとか、そのお手伝いとかで、で直近だとマザーロードっていう、はい、カーボバイクの映画があるんですけど、その字幕監修みたいなことを、はい、やったりしてます。そういうことも、スキルを、で最後出るんですか、はい、字幕翻訳やったかな、ちょっと確認してんすね。2人で、あのクリティカルサイクリング、僕初めてこれ見させていただいたんですけど、 そうですね、なんか、はい、うん、岐阜のイアマス、はい、ヤックスとイアマスっていう芸術系の大学があって、はい、公立大学があって、はい、そこの先生が研究の一環として自転車のことずっとやってて、はい、それでサイトもやってるんですよ、はい、研究室のなんかプロジェクトの一環として、はい、そこに月1で記事を書いていて、はい、それが私こういう遊びの話だったりとか、なんか映画の話だったりとか、はい、社会的、割と社会的な話だったりとか、いろいろなんですけど、そういうのもやってます。はい、さらにさらには、そうですね、さらに、本を今、なんか執筆中とのことで、はい、本当に、なんか激アツっすね。世界の、もっと自転車扱う環境を良くにしようぜっていうことで、ニューヨークとか、パリとか、頑張ってる年があるんで、そういうところをどういうことやってるのかっていう本を、はい、多分秋に出ます。秋ぐらいに、はい、でそれを今ひいひいながら、はい、書いてる最中いやなかなかね、立派っすね。そう、次長さんとの会でもね、やっぱそういうお話が出ましたけど、クリティカルマスとかもやっぱり自転車の地位をっていうことで、はい、なんかそういった活動もされてるのは、まあ、僕だったりとかチカッパとは全く違う、全く違うですね、ベクトルから自転車と関わってる宮田さんならではだなっていう。名古屋のイズルさんが、はい、なんかそのニューヨークでメッセンジャーを初体験して、はい、その時に当たり前にそのメッセンジャーたちが、はい、あの環境改善の活動をみんなやってて、そのカルチャーショックがあったって言ったんですよ。で、いずるさん今クリティカルマス名古屋に行って、うん、ね、はい、その辺に僕ニューヨーク住んでたんですよ、ね、あ、はい、ニューヨークの奴らがあんなにやってるのに自分もっていうの結構感化されてるのがあって、はい、いずるさんみたいな同志みたいな人もいるし、うん、そういうのであちこち手出して、はい、結局回収できてないでも最後に回収できますから大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、まあ、まずはねこの CMWC ってことで、うん、そうそう、であの宮田さんみたいにこうやってメッセンジャーでない方もたくさん関わられてるんですよね、うん、まあもちろんです。あのメッセンジャーだけじゃこのイベントできないんで、はい、あのメッセンジャーより優秀な人たちがいっぱい集まって力を貸してもらってみんなでわーっていう、うん、もうお祭りですね。そうですね、もうそんな感じで祭りはいいっすね、やってます、はい、宮田さんはそのデリバリーレースは、はい、なんかこう、まあ、JCMC の時は集計をやってたってことだったんで、出られたことはなんとなく、はい、
どういうことをやってるんだろうなっていうのは分かってるんですけど、はいはい、やる人になった時にどうなるかっていうのも全く分かんない、はい、じゃあとりあえず今日はそのデリバリーレースっていう、はい、まあ、仮想でね用意したので、あのぜひ初体験と世界チャンプのチカッパ、ね、今のところ地球で一番速いんで、はい、いきなり初心者が、はい、そうですね、ただね、そう大とんでん返しがあるのが、はい、もう勝ったら世界一って言っていいんで、はい、あの面白いところなので、はい、ちょっとじゃあ準備したいと思います、はいはい、今ねちょっとここにも地図が書いてあるんですが、これから、はい、あのいわゆるこのルールと指示がマニフェストって言われるね、指示が書いた紙をお配りしますというか、ちゃんと怖い、あのこれを、はい、出します、はい、で一応ここの同じ地図が書いてあります。みんな名前からちゃんと名前ないと0点なんでね、はい、そうですね、うん、僕ら、まあ、デリバリーするライダーはこの E っていうところからスタートします。はいはい、各チェックポイント日産スタジアム A、 要するに馬車道 B でクリオシティ C でブルーラグ D、はい、でまた E 感じで回って荷物を届けるような感じになります。で、右に書いてあるマニフェストっていうところが、ここからここへ行ってくださいねっていう指示が書いてあります、はいはい、で特にこれあのやる順番はこの 1,2,3 通りじゃなくてもいいです。ただ丸には CAB ってこうチェックポイントでチェックしてもらって3カ所回ってゴール、うん、あのデリバリー寄り道して寄り道っていうか経由、そうですね、経由があります、はい、なおかつ3はピックから15分以内に届けなければいけませんっていうのが書いてあるんですが、コース上にあの数字が振られてます。で所要時間、あそうです、例えばじゃあ E スタートして B に行くときには6分かかります、でまた B から E に帰るとき6分かかりますみたいな感じで、ここを通るとあのかかる時間がかかってあの書いてあるんですが、 CD あ D と丸3に関しては15分以内にそこをクリアしなきゃいけないっていう感じです。すべてのこのマニフェストをあのいかに早く全部終わらせるかをあのそうルートをあの、まあ、一筆書きっていうかルートをこう分かるようにしていただいて、でその所要時間が何分かかったかっていうのをあの計算、まあ、電卓とか一通はここだけなんよね。えで、あそうです、ここは一方通行なんで C、D 方向までにしか行けません、はい、もうそれは分かった、はい、そこは分かった、はい、そこだけが分かった。これあの実は監修メカニックの元メッセンジャーの金子さんが作ったんですけど、僕らはパッと渡されてこれ読んで自分で理解してスタートっていう感じだったんで、ちかっぱさん大丈夫ですか？大丈夫です。理解しました。めちゃめちゃ集中してるじゃん。理解しました。すでにもう頭の中でやってると思うんですけど、なんでまあ最短でこの 1,2,3 の指示を終わらせられるように。はいはい。で一応制限時間、問題を解いていただく時間が15分。で、じゃあここから15分いきます。ちょっと、はい。はい。よーいスタート、はい。お願いします。どれだけ迫れるかって感じですね。そうですね。もうちょっとこれ内容忘れちゃったんで一緒にやろうかなとは思うんですけど、とりあえず分かるんですね、動きをアルファベットで書いていけばいいんですよね。あ、まあそうですね、それでも、はい、あ、間違えた、いきなり間違えた、やばいやばいちょっと分かんない、パニックった。結構みんなこれ真剣に黙っちゃいますね、出たけど、あ、そっか、E、E でゴールか。そうです、最後 E まで戻ってください。なんかやってること違うかな。ん？終わったらもう終わりでいい。あ、もうこれがベストだなと思ったら、あの終わりで大丈夫です。マックス15分使いたいよね。あの、なんで、いくつかルート、5分経過、うん、
これベストやな。うんと確認しましょう。いいしからのなんか試験される側の時あんまないから。そろそろ10分ぐらい、うん、結構15分はもうなんか逆に擦り切れる。10分で10分でいいね。10分でじゃあ2人ともある程度ルート出てるかと思うので、うん、ダメだ、もう仕込んできない。さあもう間もなく終わりは、はい、はい、じゃあここで10分経過です、うん、まあ2人ともあの大体答えは出てたので、うん、5分省略して10分で、はい、もうおしまいになりましたが、これ以上考えることはできません。したらじゃあこのね仮想ですけどデリバリーレース初体験の宮田さん、はい、ちなみにあのゴール、までの所要時間何分だったんですか。46分かかりました。46分じゃあ、世界チャンピオンちかっぱさん、あ、いいですか、自分42分です、はい、42分を5分短縮しました、ね、うん、最初49分やったんですけど、はい、なんとか練りに練って42分になりました、はい、ました、うん、多分これが最短じゃないかなと思います。叶、はい、わなかったルートをちょっとじゃあですけど、はい、まあまあいいと思ったんだけど、じゃあまず、自宅になっていいよスタートします。スタートから、はい、最初にマニフェストの3番を処理しに行きました、はい、だから、3番が D から E から D、 D から C ですかね、 D から C に行ってくださいっていうマニフェストを処理に行く、はい、そうですね、BC のにここが1通なんで、はい、E スタートで D に行き、はい、E 戻り、はい、C に行きで、はい、D、そうですね、これで4分で、そうですね、ここが15分以内に届けてくださいなんてことがあるんで、E から D ピックアップ、はい、でそこから4分8分でクリアですね、はいはい、その次に、丸2の、はい、C で A 経由の16B に行く、はい、C で、丸2の荷物のピックアップ、あ、そうですね、はい、さっきのが C で終わってたんでそこからつないで、はい、あ、46だ、こう行きの、46でしたよ、こう行って刻みです、戻ってきてこっち B で、これで丸2が終わり、一緒かな、丸2終わり、はい、一緒くさい、一緒くさいですね。最後に丸一処理はで丸一 D で終わったところで丸一のピックアップができると B から E から言っていって D に行ってでこれで丸三、あ、丸一が終わり、うん、三件終わ、はい、全部終わって最後帰りが入るんですね、はい、で4分、そうすると計算が合ってればC から合ってると46分なんですけど、そうすよ、いやこれいい問題ですね、そうですね、46分うん、はい、46分ですか、46分です、うん、このルート一緒っす、ちかっぱさん一緒ですか、一緒でした、多分一緒っすよね、ちょっと見ていいですか、 E から、はい、D、はい、EC で丸三クリアでしょ、はい、はい、そうっすね、そうっすね、はい、はい、って感じっすね、丸一クリアのゴールって感じです、一緒だ、うん、同じだ、同じっす、すごいっすね、です世界一になれますよそう、これは頭の中の机上のクローンですね、じゃあ、いいですか、最短、あ、そう、正解ですか、正解というか、アンサー、僕らブルーラグスタッフみんなやって出た、あの、最短20分とかだったらもう20分とかだったらもう終わりです、一緒に指くわえてみるんだ一応、分で言うと39分、おー、すげえ、マジか、マイナス7分できます、ここからすげえ、あるんだ、じゃあまた考えれば、はい、じゃあ燃えてきてる、あの説明しとくといいですか、もう僕はもう、はい、なんかじゃあまずやられる覚悟、いいスタートですね、うん、で、まず B に行きます、うん、6分で丸一のマニフェストのピックアップ、うん、で、はい、次に C 行きます、はい、でここで丸二のピックアップ、うん、重ねてんのか、はい、でそのまま D 行きます、うん、はい、でこれで丸一のデリバリーも終わらせて、うん、丸三のピックアップ、うんうん、でここで15分で、C まで届けなきゃいけないんですけど、うん、1回 DE 行きます、はい、で A
行って帰ってきます。あ、でギリ、え、あ、この1分を使うんだ、間に合う1分、そうです。で、丸2のチェック、うん、経由をして、うん、C ドロップなんで、4分、1分、1分、8分なんで、14分、うん、あ、そっか、その1分の使い方、4、5、6、もう感覚なくなってる上手っすね。で、これで丸3の15分以内に C に届けるがクリアです、うんうん、で、あとは最後 C から B で丸2のデリバリーで E に帰る、一応これを足していくと39分、うん、いや、うまい。なんかこの最短ルート、もうだいぶ、まあ、だいぶ序盤から分かんなかったこの地図のからくりは、はい、1分と8分の距離が一緒なんですよ、ね、長さが一緒で、やっぱこっちに目を取られちゃうんですよ、ね、でこっち8分かよって雰囲気、このやっぱ1分を使う、そうですね、その実は超近いっていう、そう、はい、でなるべく7と8とかは使わないようにするっていう頭と1分のところを使ったのが素敵、確かにここめっちゃ長い、そう、まあ、そこはそうですね、なんか見た目に騙されちゃう、この配分は、そうなんですよね、だから、うん、うまいですね、ここが、ここゴリゴリの未舗装かな、うん、ゴリゴリのそう、ただ本番、本番とかのこっちがトレイルだったんですよ、マップは、あの長さで距離が出てくるから、このこういう感じにはなんないですよ、もっと直感的、うん、ハッチだったらもっと長くなるし、あ、まあまあそうですね、距離的に、だからこれはあれですね、うまい謎謎的なやつもあるし、はい、あ、それはうまいなって思いましたね、負けたって感じですね。チャンプは今の話聞いて何やっていくか分かりました、分かりました、分かりました、一応分かりました言葉で説明するとちょっと難しいんですけど、うん、多分あの複数のあれを同時にこなしてるんですよね、そうですね、うん、全部ピックアップ最初にします、うん、あ、1、2、3の全部回収して、うん、回収します。B、ブルーラーク誰が1位やった、ダンクやった、いや、ダンクっていう、おー、若い、それを 見つけ出した、はい、俺はそう最初42分とかだったのかな、うんうん、あ、はい、そう39みたいな、45を最速、そうですね、ただここの A に1回立ち寄るがやっぱり、うん、そう、それはうまい、あ、その15分離すときにこっち寄って、うん、ちゃうっていう発想がなかなか、そう、あと俺だったらもっとこれ1分とかかかんないし8分とかかかんないし早く行けるっすね、そうですね、俺だったらっていう気持ちはあります、うまく脚力次第ですからね、ねじ伏せるっていうところはあるっす、はい、まあ実際のデリバリーレースは、うん、そういうその人の脚力と常に走りながらここを組み立てるっていう、それがすげえ、あと運もあるんですよね、すごい、なんか、うん、絶対 A のが近くてもいいにいて、うん、で A めちゃゴミしてたら、あ、そうっすね、っていうのもあるんですよ、みんなそこに集中したら、その時の状況、運もあるから、じゃあ飛ばそうみたいな、そう、 JCMC の時俺最初開始5分ぐらいマニフェストもらえなくて、あ、はいはいはい、ね、そういうのもあるしね、渋滞してますからね、そう、あのこっちもね、ちょ、そう、うん、この番号の人はここ行ってくださいみたいな、奇数と偶数でね、もらえる箇所が違ってるんで、で行ったらもうなくなりましたって、もう一人探すのにずっとグループ何人かねおったもんね、そうなんですよ、そう、そういうのもあるし、多少の運も本当に想定内に行かないですよ、何事もいきなりパンクしたりするし、俺荷物なくしましたから ね、俺も一回あのマニスト落としたもんねそんなの、そう、そう、その中で最善の方法を探してノーミスでやる、まずそのなんていうか普通になんか一個一個こなすっていう発想になってたんで、はい、ああ、そうですね、そうですね、多分同時進行でこれとこれ組み合わせてっていうのが、はい、まだ言われてもそうなんだけどやれって言われて、うん、多分そういう脳の使い方がもう分かんないっていうか、なんかこういうのって本当計算ドリルと一緒で、はい、あの繰り返してなんか覚えていく感じはあるですよね、うん、その頭の使い方、うん、慣れるっていうところですかね、うん、そう、だから俺も世界線いざ行く飛行機の中とか、まあ、最初3つぐらいで作ってそれを5つにして10個にして全部仮想するんですよ、で例えばこれがあるとするじゃないですか、だから E からあの全通り A に行く1分 D に行く4分 C に行く8分とかもう全通り考えるんですよ、うん、どっからどこでも行けるのを全通り考えて、はい、それを全部でやるんですよ、でそれを全部ランダムにしてあのダブってるやつとかも作りながらそれで一番
ベストなやつを探す、で答え合わせするっていう繰り返すみたいな、なんかめちゃくちゃ知的な仕事そう、もうほんとそれしないとマジで勝てないし、もう地図は完璧に覚えるんですよ。めちゃくちゃ頭脳仕事ですね、うん、そう、バカじゃ勝てないですよ本当に。いやいや、もういかに効率よくこう組み立てていくか。そうなんだ。そう、僕はそうやりながらだんだんそうだから本当トップ3、まあ、ダンカン2位だったし、うん、優勝できる可能性ももちろんあったし、やっぱトップのトップはマジで頭が良くて速くて体力あってミスがないみたいな感じですね、うん、全部平等である程度くぐりじゃないと。そうで、多分優勝する人って多分ノーミスなんですよ。ノーミスで調子が良かったとか、その結果的に、あ、今日なんか良かったなみたいな、はいはい、あ、ミスってないなとか、トラブルもなく、うん、あ、なんか全部追い風だったなみたいな選ばれしやつなんですよ、はいはい、僕はそう JCMC 決勝それだったんですよ、最後の1枚まで。なんかちょっと油断しちゃったから最後の1枚になった時に油断したら負けるから、あれこれ今俺1位じゃないっつって勝ったと思ったら負けるんですよ、一瞬気の緩みが、そうマニフェストをちょっと読み違って、うん、そうですね、リュートミスしてっていう、なんか結構、ね、結構な差で勝ってたのに肝心なところでちょっとやっちゃったっていう、そう、はい、39分っていうのはすごいです、すごいすごい、すごいす。ちょっと家帰ってまたゆっくり、これ、うん、そうですね、どういうことか、持って帰っていただいてそう、でもまあこれは実際チャリ漕いでないんで、うん、チャリ漕ぎながら考えてルート組むってマジで至難の技です。もう酸素が脳に行き渡ってないのに、本当もう考えたくなくなっちゃう、はーはー言いながら考え、休憩したくなっちゃう。すげえ、なんかまたなんか一段となんか、うん、はい、リスペクトが増しました。CMWC ってこんな、まあ、メインレースこんなことやってるんだよっていうのが、うん、なんか体験していただけたらと、ね、ちょっとでも、ね、正直なんかビビリ度が上がっちゃったかもしれない、はい、これをそう意外とみんなミスりますから大丈夫なんですよ、うん、こういうゲーム性がすごいあるので、うん、誰でも楽しめるっていうのが、ね、そうですね、そう、こうやって世界チャンピオンと対等に、いや本当っすよ、はい、できるっていうのも面白い、世界一ですよ今のところそうっすね、この、ね、はい、この段階では、はい、JCMC だったら26位ですから俺でね、この動画を見てなんか面白いなと思った人は、うん、今絶賛 CMWC のメインレース、うん、まあ、こういうねレースをやるのはエントリー受付中って、受付中なんで、ね、これ多分得意な人もいますよね。そうですね、積み立てがすごい、自転車走るのはちょっと遅いかもしれないけど、うん、こういうパッと地図を見て組み立てられるのが早い人もいれば、はい、すげえよく来ました。いやいや、楽しんでいただけたら良かったです、思い知らされました。いやいやいや、難しいですね、また。ここから2人は CMWC のスタッフとして、はい、9月本番までいろいろ大変かと思いますが、はい、楽しみにしてますので、よろしくお願いします、はい、じゃあまた9月、また9月に日産スタジアムで、はい、お会いしましょう、はい、ありがとうございました。今日はさよなら、さよなら、さよなら、さよなら